昨日満員のベルーナドームに200勝投手の東尾さんや474ホームランの田淵さんほか往年の名選手たちが勢ぞろい。去年所沢移転45周年を迎えた西武が球団初の OB 戦を開催しました。白のユニフォームチームライオンズは先発工藤さん、キャッチャー伊藤さん、80年代から90年代の上昇チームを支えた黄金バッテリー、現役時代とほとんど変わらないフォーム、最速121キロで青のユニフォームチーム西武の1番2番を打ち取ります。3番秋山さんには追い込んでから変化球で空振り、キャッチャー伊藤さんがちょっとひやりとさせる場面もありましたが一塁アウトで三振、見事1イニングを三者凡退でマウンドを降ります。